梅沢みなみ&与田祐希&筒井あやめ、5期生出演、超、乃木坂スター誕生。ライブ、ゲスト出演、彩りを加えられるよう。アイドルグループ、乃木坂46の梅沢みなみ、与田祐希、筒井あやめが、同グループの5期生が昭和、平成の名曲を歌唱&本格的なコントに挑戦する日本テレビ系音楽バラエティ、超、乃木坂スター誕生、毎週月曜部下1時29分から2時59分のライブ公演にゲスト出演する。同公演は、超、乃木坂スター誕生、ライブ、と題して、これまで挑戦してきたカバー曲の数々を、番組を飛び出し、東京、代々木第一体育館で披露する。様々なキャラクターを演じて好評のコントにも生挑戦。グループの楽曲パフォーマンスを行い、成長し続ける5期生の新たな魅力とチャレンジが満載のライブになっている。全3公演のうち、12月16日夜公演に梅沢、3期生、17日昼公演に与田、3期生、17日夜公演に筒井、4期生がそれぞれ出演する。5期生と歌でのコラボレーションはもちろん、声で挑戦するコントにも登場。過去に同曲系、乃木坂スキッズアクト2。2020-21年で、数々のコントに挑戦した経験を持つ3期生と4期生が、5期生とどんなキャラクターにふんして共演するのかも見どころとなる。発表を受けて梅沢は、5期生たちが、可愛く、儚く、かっこよく、可憐に、様々な楽曲と向き合い歌い踊り、新たな魅力を毎度見せてくれる、乃木坂スター誕生には、先輩の私としても感謝しています。そして何よりオズワルドさんの存在が心強い、心からありがとうございます、と感謝、そんな感謝の気持ちも込めて、そして先輩としての迫力も込めて、挑ませていただきます。可愛い5期生たちのステージにより彩りを加えられるよう頑張ります。お楽しみに、と期待を高めた。